ちょっと海に行ってきて帰ってきてすごい疲れたんですけど、今まだ自分の家ではなく実家にいて、もう6時ぐらいになっちゃったんですけど、あーすごい疲れた。でも海ってすごい何砂っていうのすごいんで、もう髪の毛とかにすごい砂が多分入ってんで、これからお風呂なんですけど、今お風呂待ちで私の1歳の娘と私の19歳差の弟、3歳弟くんが今お風呂に2人で入ってなくて、2人じゃないんだけど2人ともでもお風呂に行って、で娘のおばあちゃん、私の若い母ですねが今お風呂に入れてくれていて、でまあその前に私の0歳妹ちゃんもシャワーパパパって浴びて、今そこに私の祖母と一緒に入ってます。で私もそれでお風呂これから入るんですけど、もうくたくたなんですけど、今せっかくねお化粧したのに撮るから、もうなんか普段さ視聴してくれてる方、見てくれている方は私のいつものすっぴん、すごい毎日すっぴんで動画出てるのでひどいこと知ってると思うんですけど、もうこうやってギャルメイクみたいな感じでバッチリメイクをした時なんかほとんどないじゃないですか。そう昨日とかちょっと後々 YouTube 出るものとあるものを撮っていて、それでメイクし始めたんですけど、今日もちょっとしちゃおうとしたんですけど、これがねつけまのおかげなんです。つけま取るとこれね本当にすごいね、つけまこうビヨーンってこうやって取ると結構違くないイメージ。あーつけま取ると気持ちいい。小学生の頃からこうやってつけまをね仕事でしてたんですよ。小学生の頃から自分でつけてたから、なんかこれを10年ももうつけまつげをつけるっていう行動をしてるなと。昔は下つけてたけど今下つけてない。でもともとねまつげ短いけどまつげ自体は濃いんだよね。いやってまつげ短いけど濃いよね。昔はでしょ。でも長い人いっぱいいるじゃん。リアのまつげマジなんか短いくせ、でもめっちゃ濃いよね。あでも濃い人もいっぱいいるな。まつげだけは濃いんだよな。おでこ狭いけど。ファンデーション黒めのやつ、自分の肌より黒い黒めのファンデーションを塗ってます。なんかどこだ、アメリカに行った時に肌すごい焼ける、日焼けするんですけど、その
でも日焼けしてそっちでファンデーション黒めの買うんですよ、まあ、シミとか私そばかすとかもすごいんで、それで買うのはいいんだけどね、買うのはいいんだけどさ、日本に帰ってきたりこっち来ると日本だとどうしても白くなっちゃうんだよね、あの肌の色が焼けないから。最近はもうそばかすとかすごいから、とりあえず今はこうやってスピンギャネが、なんていうの、肌にこうやって綺麗に落としてます可愛いね、肌は結構落ちてきました。こんな感じでどうでしょう。眉毛もメイクしないんですよ私、眉毛すごい太いし濃いんですよね。これで肌は結構もうファンデーション落ちました。だからもうそばかすとかこういうシミ、もうほとんどそばかすとシミだよね、こういうのがもうすごくて、もう見せるもの見せられないんですけど本当に。でもこれがしょうがないね、元だから、元のあれだから。昔からリリアってあるよね、そばかす結構前からあるよね、増えてくものかな、やっぱこういうのって増えんの。やだね、まあいいけど仕方ないよね、お姉ちゃんシミそばかすごいけどしょうがないね。あれだな、その子が大きくなったらもうお姉ちゃん30歳とかになって、30、40になってもっとそばかすとシミ増えるんだろうね。それでもお姉ちゃんとどっか行こうね。よいしょ。よいしょ。これで、もう眉毛とかほんと何にもしてないからさ、ただのこういうの汚い汚れみたいな汚いの。私結構ね、鼻こうやって、ちょっとこうやってやっといたりするんですね。でも落としちゃいまーす。海行ったからさ、すごい気持ちいい顔落とすだけ。なんか化粧してた時代、まあ、妊娠出産する前なんかバリバリの化粧してたんですけど、そういう時代は絶対クレンジングシート、まあ、こういうタイプもそうなんだけど、これは母に書いたやつなんですけど、何いつもメイク落としシート絶対持ってた。んでもう撮影とかってもう、ま、なんていうのすごいバッチリメイクだから、その後友達と遊びに行くとちょっと濃すぎたりするんで必ず落としてたりした。どうこれシミないんだけど、目の中入ってさ結構シミるクレンジングウォーターみたいなってないですか。めっちゃシミないんだよねこれ。これアマゾンで売ってんのかな、見てみよう。ぬやー、髪の毛が入った。なんかクレンジングオイル家で使ってるんだけどさ、目にさ入っちゃうんだよね、なんか知らないけど。ウォーターが一番いいかも。下まつげも昔はつけたけど今つけてないし、ひどくなっちゃったね。あもう一枚使っとくか、もう一枚肌の。お姉ちゃんね、おじさんみたいになってきたね。あー気持ちいい。眉毛が黒くなってきたから染めないと。あ、入った、やばい、なんかついた。あ、そうだ、つけまつげしてたからノリか、これ。結構取れる。下はないか。ないね。そうだよね。こんな感じで全部落とし終わりました。まあ、これからお風呂みたいな、すごいシミとかそばかすとか
まあ、これからねお風呂なんで、あ結構取れたね、もう全部取れた、よかった。なんでこんなに肌さすごいなんかあるな、まあ、これからでもお風呂なんでもう肌は何もせず、あとはいつも使ってる、そう娘とかの髪の毛用とかで、なんかそのドクターブロナーベビーみたいなの使ってるんですよ。でそれでこれからこういうのも落としたいと、落としたいっていうか、なんかもうきれいさっぱりしたんだけど、まだ一応石鹸で洗うじゃないですか、その石鹸はドクターブロナーでいつも洗ってます。まあもしアマゾン、私アマゾンめっちゃ買うんですよ、アマゾン大好きで、もちろんプライムなんですけど、プライム会員みたいなのなんですけど、多分これ見てくださってる方はアマゾンめっちゃ利用してる人多いと思うので、アマゾンでそのお気に入りの商品とか、すごい私の本当に個人的なおすすめのものを概要欄とかに貼ってるので、ドクターブロナーとかもあれば貼っておきます。なければないけど、なんかクレンジングとか、結構スキンケアに対してすごくんですよ。私ココナッツオイルとかずっと使っていたり、アベンヌの娘がもう使ってるものを兼用で使ってるんですよ、本当にベビーに肌に優しいもので、そういうの一緒に使ってるので、なんで本当におすすめなそういうスキンケア系は載せておきます。多分動画いつも見てくださってる方はいつも登場してるそのアベンヌのクリームとかココナッツオイル、妊娠中からずっと出てるココナッツオイル、これがいいよっていう、カークランドだっけ、ココナッツオイルって 2. 点何キロとかね、コストコみたいなで売ってるのもあるし、そういうのをすごい真似して買ってる人とかも多分いると思うんですけど、すっごい本当にこれは個人的におすすめなものなんで、そういうのは概要欄にこれからも載せていきたいと思います。ぜひなんていうの、気になる方は見てください。それでね、肌なんか保たれてる感じする。あとはなんかバターの代わりにココナッツオイルで甘いお菓子のクッキーに入れたりとか、だからココナッツオイルは本当にラブだね。そんな感じです。引き上げて、で私ももう汚いんでお風呂に入ってきます。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。この動画いいなって思ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。